吉田さん、編集ね。普段の人との会話って編集してないですよね。無編集でやったり言ったりしてるでしょ。で、あとよくね、カメラ回して YouTube で喋ることができませんって言いますけども、やってるのは単なる会話ですからね。周りの人との会話と全く同じ。なんかそこにカメラっていうものがあるかないかだけで、はっきり言って人との会話をね、自然にしてるところを隠し撮りされてても別に喋れてるわけですよ。だからカメラってものがピシッとあると、自分の思った先入観に近づけないといけないっていうバイアスが自分をどん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 ね、喋らせないようにしてると。ですので、何か人って実行した後に自分の理想通りの形にはまらなければやるべきではないって思うんですよね。でも人生って思った通りにならないことばかりで、それがまさに積み重なって人生じゃないですか。だからそのもっともっと小さい一つのセクションで動画ってのが行われている以上、思った通りにならないところがまさにドラマなんじゃないかなと思うんですよ。あまりにもね、出来すぎたものっていうか、作り上げられたものって、まあ作品としては優れてるのかもしれませんけども、自分の本音からどんどん離れてるみたいでね、まあどっちでもいいっちゃえばいいんですけども、そんなにまあ気負わなくたって YouTube 動画ぐらい誰でも撮れますよって話ですね。いってらっしゃい。